青春アドベンチャー。樋口美優作、渋江佳奈音楽、ニコイナ食堂実感シリーズ第7回。俺らはその人のことを歌さんって呼んでた。歌、勝手に俺らがつけたんや。名前を教えてくれへんかったから。歌さんは俺らのシンボルやったんや。シンボル？大晦日やったな。寒い日やったわ。この川にな、身投げしたんや。その歌さんって女の人が？進が飛び込んで助けたんやで。それが俺らと歌さんの出会いやって。こいつよう面倒見てな。歌さんいつもこの川べりであの歌歌ってたな。クソみたいなおいらの心に響いたんや。俺ら世間から疎まれてるやろ。でも少年まで腐ってるわけちゃう。俺らにだって守るもんがあったってええんちゃうかって思って。守るもの？俺らにはそういう家族ってもんがないから。帰る家の明かりがないから、歌さんが明かりになってくれたらなって。夜道の目印のお月さんみたいに。だからな、シンボル。聞いたことない歌やったけど、俺らの心を泣かせる歌や。歌さん大事にしてたら、俺ら自分のこともちょっとは大事に言っていけた。でも今はいないんでしょ？なんでや、どこ行ってん？歌や。え？あの歌声聞きつけてスカウトが来たんや。スカウト？ああ、高そうな背広着た偉そうなおっさんがな。そう、スカウトだよ。人生の落語者の諸君。落語？アホ、バカにされてるんやぞ。何やこらお前。おっさんら落ち着けって。事実を言ったまでだよ諸君。あんたスカウトってどういうことや？この歌声、これだよ。君たちのようなゴミくずが聞くような歌じゃないんだ。これはこれからの未来の歌声だ。やっと見つけた。さあ行こうか。待て待て待て、おっさん、勝手に話進めるなや。坊や、このスーツは舶来物なんだ。話してくれ。花さん、歌さんをどこへ連れて行くねん。説明しろや。説明？スカウト言うてるけど、どっかの沖屋に売り飛ばすつもりちゃうやろな。歌さんは俺らのシンボルや。俺らが全力で守る誓いを立ててるんや。せやせや。まず説明してもらおうやないか。よろしい。君たちはここで時代に取り残されていればよろしい。しかし未来の歌声はこんなところでくすぶってちゃいけないんだ。と言っても教養のない君たちには何もわかるまい。シンプルに言えばだね、仕事だよ。仕事？そう、歌う仕事を彼女にあげるんだよ。それも輝かしい仕事。吐き溜めに鶴という言葉を知ってるか？お前たちが一生かかっても入れないような高級な店で歌わせるんだ。いい服を着て、宝石をつけて、ピアノの伴奏で。ピアノ知ってるか？まあわからなくていい。やめてください。歌さん、やめてください。そんな言い方はやめてください。私だって吐きだめ、落語者です。桃源郷でも使い物にならなくてここにやってきた。みんなは私のことシンボルやって言うてくれるけど、そんなええもんやない。私は死んだ方がよかったのに。ちゃう。歌さんは、ずるや。吐きだめちゃう。なあ、おっさん。歌さん、お金稼げるんか？もちろん。稼げる声だからスカウトしてるんだ。なあみんな、歌さんは俺が助けたんや。俺が決めてええか、歌さん。進むくん。吐きだめなことぐらい、俺でもわかる。ここ以外やったら、その方がええ。わかってるわ。だからな、歌さん。だから、俺、俺、拍手する。拍手で送り出す。みんな、分かったってくれるな。
おっさんだ。みんな。すすむくん、私。うたさん、いってらっしゃい。うたさんの声、俺らで独り占めするんは、もったいないわ。ありがとう、すすむくん。それでは吐き溜めの諸君、さようなら。おい。なんだ。川べりで俺らがじっと見てる。わかるな。疑り深いな。名刺をやろう。I want。知ってるか？聞いたことある。この店で歌うとレコードになるって噂や。まあ、スカウトマンというのは少々嫌味な方がいいんだ。憎まれ役というやつだな。スターにするには、いろいろ逆境があった方がいい。ハント、未来を作りたいんだよ。君もうちの店に来店できるまで這い上がりなさい。では歌さん、歌さん、ありがとう。俺絶対忘れへんから。歌さん。進む、あんたかっこええな。何をおだててるねん。本気で言うてるねん。なあ、いいな。うん。あんたは声だめちゃん。吐きだめね。わかってるわ。言い間違えただけや。あんたはかっこええ。うちが保証したる。まあ、初恋は実らんって言うから。進む。せや、落ち込むな。ちゃう。え、絶対初恋でしょ。いやな。年離れすぎてるんちゃうか。恋に年の差なんて関係ないって。ちゃうちゃうって。何言うてんねん。くまっかん、やめろ。いいな、あんた突っ込むな。なんやねんお前ら、いつからそんな打ち解けとんねん。進むの言う通り居心地ええわ。でもうちら行くわ。うたさんのところか。うん、急がなきゃね。ニコ、これもらった名刺や。住所書いてあるから持っていけ。進む、ありがとうな。一段落したらまた遊びに来たらええわ。進む、それからおっさんらも。おう、なんや。ここは吐きだめっちゃう。うちはほんまにそう思うね。一人でもそう言うてくれる人間がおるって嬉しいことやな。私もそう思うよ。お、二人もおるで。気ぃつけてな。うん、ほなまた。ほな、またまたな。行こうか、いいな。うん。背景、ママ。そろそろ、ママには届きそうにもないこの手紙を、やめようと思うの。私の世界はね、パパとママだけじゃないって思えるようになったから、一歩踏み出すの。ハイカラな建物やな。あの看板なんて書いてある？I want to live. あ、なんて？英語。うわ、英語なんか喋れるんか？中学英語だよ。なんじゃそりゃ。日本語で言えや、日本語で。ニコみたいな感じかな。は？私は行きたい。は？そんなん誰でも当たり前やろ。私、生きていいのって、いてもいいのって思う人もいる。は？あかん言われたらどうすんねん。そう言うと思った。写真が唯一の手がかりだと思ってたんだけど。ん？歌だね。あの歌歌える人が娘さんなんだよ。手がかりか。ニコがいなくなって探す時の手がかりは分かりやすいよね。なんや、ズケズケ言いたい放題の大阪人。そんなん腐るほどおるわ。そっか、私は特徴ないからな。名前やな。え？その懈怠な名前が手がかりちゃう？いいなあ、いいなあって褒められてる名前や。そんなこと考えたこともなかった。いいな。何？もしあんたが迷子にでもなったら、うちが探したるからな。べそ書いて待っとき。じゃあ、もしニコが迷子にでもなったら、私が探してあげる。べそ書いて待っとき。変な大阪弁。横浜だもん。ほな行こうか。あ、待って。桃源郷の時みたいに正面突破はやめた方がいいよ。
うちは人生学ぶ少女やで。え？何でも裏口言うもんがあるもんや。裏口って？従業員入り口言うやつや。ニコ、従業員じゃないよ。嘘も方便や。ほら見てみ、裏口あるやん。え、あ、ちょ、ニコ！看板テーブルまだですか？ちょ、待って、オーダー入りました。あかんねえ、回りそうや。うちは、酒屋です。ご注文の品を持ってきました。バレるよ、そんなのバレバレ。おう、厨房に置いといてくれ。やって、そんな真っ向勝負より簡単なの？し、背低くしていいの？事情が出ましたけど。いや、ちゃん、それレアなんや。7番テーブルお呼びです。洗い場急げ、グラスが足りひんぞ。忙しそうだね。さと通り抜けるで。あー、やってもた。あかん、おい、誰かそこのソース取ってくれ。ソースこれか。あ、いや、おお、ありがとう。おい、そっちも急げよ。はい。ニコニコニコ、何してる？バレちゃうよ。すまん、困ってたから。暑い、こんな時にまでなんで面倒見がいいのよ。え、面倒見がいい？うちが？あ、店の中が見えるよ。よし、厨房突っ切れ。いいな、そこのなんや、緑の木の鉢植えの陰に隠れて。パキラでしょ。名前なんかどうでもええわ。すごい広い。これ食堂じゃなくてレストラン？なんや、店の中暗いな。これがムーディーな明かりなんだよ。要するにハイカラなもんいうことやな。どうしたの？いや、世間は広いなって。え？忘れてしまいそうや。何を？戦争ってもんがあったん。うちが臭くってたん。おっさんが死にそうなこと忘れてしまいそうや。テーブルに座ってる人みんな綺麗な服だね。進むが見たら腰抜かすかな。全然違うね。これが同じ国かて思うやろ。うちらと住んでるところとは全然違う。どんどん忘れていくよ。え、なんて？きっとすごい速さで忘れていく。でもそれが悪いことかいいことか私にはわからないの。ちょっと、見つかった？百貨店に連絡し、ほんで商品持ってこさせ。ニコ、私たちのことじゃないみたいだよ。え？あんた、うちの付き人やったら今何が必要かくらい分からんとあかんのと違う？靴やん、靴の先がハゲてるやろ。ほら、さっさと行っといで。とろいな、もう。すんません、すぐ来るように言うてきます。ニコ、こっち、ほら見て、さっきの扉。なんて書いてあんねん。楽屋って書いてる。楽屋？控え室だよ。ほら、歌歌う人とか役者の人のお部屋だから。ちニコ、耳つけてみ。何か聞こえるの？一人ぼっちは悲しい、一人ぼっちは悲しい、一人ぼっちは悲しい、ぼっちぼっちぼっち。ただいまの出演、イーナ、朝倉亜紀、ニコ、谷村美月、進む、手塚雄介、紳士、神尾慎一郎、花、菅野俊美、他に金井義信、関高明、木下誠二、大浦千佳、山藤貴子、湯浅隆、以上の皆さんでした。青春アドベンチャーを終わります。